バルタザール4世、ナポレオンド・ブルボンは、インドの弁護士。フランス・ブルボン家の末裔を称する、ブルボン・ボーパール家の課長。ブルボン・ボーパール家の紋章先祖のバルタザール一世伝承によると、クレルモン・ハク・ジャン・フィリップなる、フランス王族の子孫だという。ジャン・フィリップの子孫である、サルバトール2世は、ボーパール藩王国ナワーブのムハンマド・ハーンから、 徴用され、その子のバルタザール1世とその孫のセバスティアンは、最初に認じられ、インド中部のボーパールにおいては、名が知られた一族だった。1971年に貴族としての称号と、特権を喪失した。ギリシャ王族であったミシェル・ド・グレースが、歴史小説、ル・ラージャ・ド・ブルボンの中でバルタザール4世こそが、フランス王家の最古流の末裔であると主張したことで、 ブルボン・ボーパール系の関心が高まった。2013年3月、ボーパールを訪問した、在院フランス大使のフランソワリシエラと、バロック音楽を鑑賞した。バルタザール4世は、フランスへの移住やフランス市民権の取得は考えていないという。ブルボン家の血縁主張を検証するために、DNA 鑑定を実施する意思があると、定期的に語っているが、2016年現在、 実現していない。エリシャバチェコと結婚し、フレデリック、ミシェル、エイドリアンの二男一女を設けた。ありがとうございます。